はい、本日はね、3月22日、時間は6時20分でございます。大変なことが起きました。でっかく窓が開きましたね。そして、これはですね、陰線の方向に向かいました。陰線の方向に大きく窓を開けて、そこからね、今上下にひげを出しながら、陰線陽線を行ったり来たりしている状態でございます。これが1時間のフェーズですね。まあその辺も絡めながら今回はお話をしていこうかと思います。ではチャートの方に切り替えますんでご覧ください。まず週が変わりましたんで週足の方を見ていきます。週足の方はね、何回もやりましたけども、こういう風に横線を引いて、で、こういう風なトレンドが垂直トレンドに変わったよっていうことね。で、移動平均線見てみて分かると思いますけども、ズバッと大きく上の方に開いてますよね。まあですんで、おおむねこれは上昇の方向に向かうんじゃないかなと思いますけども、現在見るとこの週足はですね、陰線を描いてるんですよ。これハラミ足になってますけども、これがね、これから包み足になっていくとしたら下の方に行くんじゃないかなと思います。ハラミ足のままで確定すればですね、これは上昇する傾向が強いというふうに見えますね。この判断よろしいですかね。では次行きましょうか。次はデイリーでございます。デイリーはいつもお話しますけども、ここを転換点にして下がっていったセルの流れがバイデン政権になってからバイの流れになって、それからドル高、いわゆる円安が続いてますよね。そこでここで、レンジに入る形になってます。ちょうどね、キャップを作るような形でこう丸い形がここにできてますね。で、今今日この瞬間ですけども、ほら窓を開けてここに一つコマみたいなのが出ましたよね。これはすごい動きだなと思いますね。まあ、反発して上昇すると思うんですけどね、私ね。で、4時間の方ですけども、ここにポツンと離れて陰線が出てますよね。窓ができたわけです。で、レンジの幅っていうのがこういうふうに引き出たと思いますから、まだレンジの中なんですよね。もちろんこちらのレンジは飛び出ちゃいましたけどもね、こちらのレンジは。でもこれは窓を埋めながら、そのままその勢いで上昇して上に突き破っていく形だと私思いますけどもね。1時間では分かりやすいですよ。ほら、こういうところに上下にヒゲを出して飛び出たでしょ。こっから一気に、ズバッと。ですんで、セルでエントリーかけられた方は勝利なんですけども、ちょっと気になるのがね、ここにレジサポラインがあるじゃないですか。で、これは飛び出ても引き戻されてきたところなんですよ、ずっと。こういうふうにね、引き戻されてきたところなんですよ。これも飛び出たけども引き戻されてますよね。だから、これも結局、上に引っ張られて、そのままね、何事もなかったように、このレンジの間に入るんではないかなというふうに思うんですよね。ただもう一つの見方としては、これも見なくては警戒しなくてはならないんですよ。全部消しますよ。全部消しまして、どういうことかっていうと、こういうのも見えてきたんですよ。こういう形ですよね。こういう形ですよね。うん。ちょっとまあ、広がりながら、ラッパみたいな形になりますけども、右肩下がりも見えてきたかなってところなんですよね。うん、ですんで、これね、今はすぐには決められません。窓埋めに入る可能性も、やっぱ高いんで、こういう風にね、チャートが伸びていく。まあ、10時間かけてになるかもしれませんけども、まあこれ、上下の長いヒゲですから、迷ってるんでしょうね、きっとね。まあ私が山を張るとしたらですよ。これは上昇の方に向かうっていう風に思いますね。うん。まあでも、少なくともあと5時間ぐらいは、このローソク足見ないと何とも言えません。とりあえずはこの今、形成中のローソク足が、陰線で確定するのか、陽線で確定するのか、そこをちょっと見守っていきたいと思います。今6時24分ですから、ですんでね、まだまだ8時とか9時ぐらいまで、あと3時間ぐらいですか、ローソク足の様子を見ていこうかと思います。ということでございますね。それでは失礼します。